皆さんこんにちは。最後に本日も朝 YouTube 始めていきたいと思います。相変わらずですね、前も言ったんですけど、いつも使っていたアプリが勝手にバージョンアップだかアップデートだかなんか知らないんですけど、仕上がりまして、顔がさ、カクつくのよ。なんか勝手に顔が小さくなるモードになってて、これがなぜか解けないので、ちょっとこれからしばらく顔がカクカクしながら朝 YouTube をお送りしていきたいと思います。一刻も早くこの大変いらなかった機能がアップデートされることを願っております。さてさてですね、本日の朝 YouTube はですね、久しぶりにパッキング編っていうのをお送りしていきたいと思います。なんと私たち、なんとってほどでもないんですけど、ドバイに行くんです。明日からドバイ。ドバイはね、今回で多分3回目かなっていう感じなので、初めて行く国よりは気持ちのなんかこう持ち方とかはマシなんですけど、とはいえとはいえ、ドバイいつも直行便が出てるんで直行便で行ってたんですけど、今回はケチりましてですね、ケチってって言い方悪いよね、お金は大事だよということで、乗り継ぎで行くことになりました。なので結構まあ時間かかるかな。そういう意味ではちょっと今戦々恐々としていく。戦々恐々ってどういう意味？もう一つ怯えていることがあります。それはですね、ドバイ今なんとラマダンなんですよ。ラマダンっていうのはまあ前から決まってたわけだけど、もう旅行の計画進めていく途中でラマダンじゃんって気づいたんですよ。別に大人だけだったらまあだけど、子供相手ラマダンかーと思ったんですよ。イスラム教徒の方々がメインにいらっしゃる国に行くわけなので、観光客である我々ももちろん配慮しなきゃいけないんですね。公の場でこうバクバク食べたり飲み食いをしたりっていうのはやっぱすごい失礼というか、やってはいけない行為になってしまうので、何ぐらいの年だったら、2歳だったら大丈夫とも書いてあるんだけど、やっぱ親がこうやって布で隠したりしましたっていう人がいたりとか、ちょっといろんなご意見があったので、そればっかりはもう行ってみないとちょっと分かんないねっていうことで行ってみるんですけども、一応長男と長女にはラマダンっていうものがあってって、イスラム教徒の簡単なね話とかを説明しているので、この2人に関しては多分大丈夫だと思いますが、どうしてもやっぱり我慢できないよってことがあれば、隠れて飲食をするんだよっていうのは教えているので、まあこれからドバイ編、イスラム教徒のラマダンってどんな感じなのっていう様子をちょっとお送りできるんじゃないかなと思います。もちろん私はイスラム教徒ではないんですけど、やっぱり女の人が露出を控えるっていう国でもあるので、洋服とかも迷うなってところなんだけど、まあちょっとそういうことも考えながら準備すると何時間かかるのかなって、今すごく本当に後回しにしてきたパッキングをやるのが怖いなと思っているところです。こんな感じでちょっと準備していくんですけど、多分5時間ぐらいかかるのかな。またすっごい嫌だな、もう本当に嫌だ。いつももうちょっと考えたら涙が出そう。出ないけど本当に逃げたい。やること他にもいっぱいあるのに。それでは朝 YouTube スタート。ちょっと部屋が片付かないので1個ずつ紹介していきます。とりあえず今一旦1時間半かかってる。こっちのキャリーケースは子供のものを基本的に入れてるので、その子供のものっていうのが全部仕上がりましたので、どんなものを入れたのかお届けしていきます。まずパッキングをするときに忘れちゃいけないのが、パッキングをしながら iPad に動画をダウンロードすることっていう感じなんですよ。ダウンロードがね、なんかめちゃくちゃ時間かかるの。うちの Wi-Fi がもう結構ポンコツシェアなんで、先にこれをやっちゃうこと多いんですけど、やっぱうまくいかないのよね。なんでかなっていう感じで、今ここはダウンロード中です。でこちらのキャリーバッグの中身ですね、いつも紹介している通りなんですけど、今回も同じようなパッキングの仕方になってます。今回は全部で10日だから、多分8泊10日とかぐらいとか、まあそんぐらいなんですよ。まあ要は10日間、どうにかしのげる服をっていう感じなんですけど、さすがに10日間全部の服を持っていくっていうと、もう入らないし、荷物が増えすぎちゃうので、今回はまあ5日から7日間分ぐらいの子供たちのお洋服がここに入っているんですけど、ホテルで洗うことを前提にそのぐらいの量にしています。一応ね、ここにあるんですけど、前も話したように子供たちのお洋服はこの袋で色を分けてます。で宿に着いたらパッて広げて、今回の旅行のあなたの袋の色はこれですよって伝えれば、自分の引き出しを開くかのように自分の袋を漁って自分で着替えの準備をすることができるので、色分けしています。
ちょっと中身軽く紹介していこうかな。今回のドバイのラマダン中ってお話ししたと思うんですけど、なんかこのラマダンって結局日が沈んだらご飯を食べていいっていうことになっているので、夜ご飯っていうのがちょっとこう特別な時間になるので、おしゃれをすることが多いんですって。女の子なんかはね、特にいつものドバイとは違う感じの日常が味わえるというふうに聞いたので、女子たちのお洋服の中には結構ちょっとパーティー服っぽいものとかが入っています。こういうのとか、北天候さんくれたお洋服ではありません。ザラで買ったキンキラキンのバッグとか。まあでもマーティ君のお洋服はそう変わりないですね。レストランに行くときとかでも恥ずかしくないエース系のシャツとかも入っているので、一応あらゆるシーンに対応できるような最強メンバーになっております。サンダルはこちらスーパーの袋ですね。一人一足ずつ入っています。とりあえずサンダルと、あとやっぱあのドバイ暑いのと、ホテルにプールがついているっていうことで、あのプールグッズももちろん持っていきますね。ここにプールグッズが入ってるんですけど、まあそれぞれ3、4着ずつぐらいかな。とあとそれぞれに浮き輪はやっぱ取り合いになっちゃうので、浮き輪は一人1個使えるように持ってきてます。ここからはちょっと私のこだわりの品を紹介させてもらいたいんですね。子連れの旅行には必要だということで改めてお話ししたいんですね。まずはですね、海外どこの国に行ってもですね、お箸とかスプーン、フォーク、こう使い捨てのやつっていうのはコンビニとかでまずもらえないし、そんなにないんですよ基本的に。私はもうそういうのは全部ここに入れて持っていきます。こんな感じでお箸、フォークとスプーンとかがここにまあまあな量入っているのと、結構お菓子とか子供が食べてこれ以上食べれない時があるので、こういうクリップとか3個ぐらい入れております。そしてこちらですね、はい、乳酸菌、こちらも持っています。我が家の腸活はもう本当に大事な任務の一つだと思っているぐらいで、乳酸菌持ってきます。こういう子供用ですね。これに関しては結構もう次女はもうこの管理を怠ってしまうと、ちょっとうんちの時かわいそうだなって思うことがあるので、これはどんなに旅行でバタバタしててもすって飲ませてあげられるように、ちょっとまあ入れやすいところに入れようかなと思っています。とあと前も紹介したかな、サランラップ、ちっちゃいサイズで持っていきます。私何度もインスタで紹介してるんですけど、この満点バランス、これはなんかとにかくこの一杯でタンパク質、鉄、カルシウム、もうあらゆるビタミンというのがバランスよく一杯で取れるようになっているので、海外とかで、ね、旅行に行くと栄養が偏りがちで心配なんですけど、その時に朝とかにこれをグッと飲ませればまあちょっと安心かなということっていうのと、何が大好きなの、これ本当に大好きで、ないと叫ぶくらい好きなの。だからこれは持っていきます。まあ、こういうものシェーカーを持っていくことになるので、なのでこのここちょっとくるんでてあれなんですけど、食器洗い洗剤とスポンジがあるのでこれも持ってきます。もう嬉しいのがさ、今特にだけど何がミルクを卒業したので、ミルクの持ち物が減ったっていうのはやっぱ嬉しいですね。肉類を持ってっちゃいけないっていうのはまあ皆さんご存知の通りだと思うんですけど、持っていってもいい食料だったら結構持ってっちゃうことが多いです。コースきな粉と、なんかもうきな粉もすごい必需品なの、うちすんごい飲むの。きな粉があると牛乳にきな粉入れてとか、なんか一応持ってきます。とあとお茶のパック、水出しできるお茶のパックを持っていきます。これはさ、茅野屋系のおしゃれなお店で買ったお味噌汁です。あとまあ、皆さん見ると思うんですけど、こちらに砂糖のご飯が大量に入っております。砂糖のご飯とふりかけ入れ忘れてた、ふりかけ入れます。ふりかけと、毎回お話ししてるんですけど、ここにサバ缶が入ってます。サバ缶、お魚の持ち込みは結構こういう缶詰であれば OK っていうことが多いので、サバ缶はすごく便利です。ホテルの電子レンジとかは結構あるところが多いと思うので、これタッパーの中に、前も話したんですよ、サバ缶の中身ジャッと入れて醤油、お砂糖を垂らして混ぜてレンチンペンってやると、もうそれだけでお魚の煮付けみたいな味付けのお魚ができるわけですよ。なのでそれをご飯にジャッとかけて食べるっていうのが我が家の旅行での鉄板のシーンなんですね。なのでちょっとそれのセットがここに入ってます。あとあの私の定番朝活で使っているライオンコーヒーです。まあ、ホテルにコーヒーなんて 100% ついてるんですけど、好みじゃないことがよくあるので、コーヒーはもう10日間分朝ね2杯飲むんですよ。だから10日間分で20杯ぐらい入ってるんですけど、ここに持ってきます。という感じでこのもののパッキングはだいたい、あ、忘れてた、あとお菓子や、お菓子、食べ物といえばお菓子ですね。
ここにね、ジャッと入ってるんですけど、まあ、別に普通のお菓子なんだけど、鉄板で持っていくのは、おせんべい持っていくことが多いんです。お米でできてるお菓子があると、ちょっとだけ安心する。コアラのマーチが小分けになってるやつとか、UFO キャッチャーで取ったくせに誰も食べないうまい棒とか、っていう感じかな。うん。ちょっとじゃあ引き続きパッキング。はい、というわけでですね、私のパッキングを進めているんですけど、全然進まないですね。なんだけど、私流の洋服を詰めるとき、私服の決め方なんですけど、今回ドバイなので、ドバイなんか難しいんだよね。なんかこうさ、露出していいのか悪いのかっていう、なんかいいところはいいし、みんな普通にキャミとか着てるし、悪いところは本当にやっぱ上をちょっと羽織んなきゃっていう時があるので、そのどちらでも対応できるようにするっていう感じなんですね。なので、今一旦こんな感じで、1、2、3、4、5、6、7、8、9、とりあえず9コーデここで組みました。で、今これは上に物を羽織らないバージョンで一旦組んでいるので、ただ羽織るものはいっぱい持っていきたくないので、ここからこのコーデをざっと見渡して、合うアウターバッグ靴っていうこの小物ですね、すべてのコーデに対して違うものっていうのを持っていけないので、やっぱり旅行は今から小物を決めていきます。こんな感じで基本ね、旅行に行くときはこうコーデを先にあらかじめ決めちゃうことが多いです。というわけでですね、小物合わせが出揃いました。すごく雑な。すみません、本当に。インスペクションもびっくり。靴そのまま置いてます。ごめんなさい、本当。というわけで、アウターはこれにしました。これ最近届いたね。メゾンスペシャルのベージュのなんかこうカジュアルアウターなんだけど、これさ、こんな感じで肩が開くんですよ。ここの肩が開くことによって、大変可愛らしい女性感が出るわけ。こちらを持っていくのと、こちらは、ね、これもね、ちょっと新しいブランドなんですけど、ちょっと読み方わかる、ヒールある。ヒールあるの黒ジャケットを持っていきます。これもね、ちょっとディールが可愛いのと、黒ジャケットはとにかく何でも合う。切れ目もいけるし、カジュアルにもいけるので、持っておけばいいだろうっていうのと、これもまたメゾンスペシャルですね、の落書きカーデと、これはあの、エルメスのね、スカーフなんですけど、エルメスとは思えないぐらいのシワくちゃっぷりでございますけども、マジでシワやばいな。エルメスに謝って、本当申し訳ございませんでした。だけどこうスカーフがあると本当はあのモスク行く時にも使えるし、さっと肌を隠したい時に使えるのでとても便利です。まあアウター類はこんな感じかな。でバッグはいつもこんなにバッグ持ってっても絶対使わないの、絶対使わないんだけど持ってきます。プラダバッグだな。プラダのゴールドバッグと、なプラダのすごい使いやすそうな黒バッグと、これもまたプラダの使いそうなベージュバッグで、これは JW アンダーソンのなんかカーキのバッグ、これよく使ってますね。あとこれが遅いかな、遅いの三日月バッグ絡まってますね。で基本はもうサンダルかなと思ってて、汚いですね、本当にいい加減にしてほしい。これはなんちゃらっていうブランドわかんないんだよ。プルプルチック絶対違うわもういいや。サンダルと、これトーガとね、どっかどこだっけな、これスイコイエーっていうブランド、わかんないね。これがビルケンの軽い素材のサンダルと、これもメゾンスペシャル、これはもうなんかこう綺麗なご飯さん行く時のヒールですね。ヒールといってもやっぱこれがウェッジソールになっているのですごく楽そうだなっていうので、こちらとアダム、ほんとブランドの読み方勘弁して、私アダムエッドローペの、サンダルと、まあ、あとは当日履いていくスニーカーぐらいかなっていう感じです。さあ、これらを詰めていきます。パッキング始めてからやっぱり5時間経ってるわ。なんでかな、さっき、私、お洋服のお話したと思うんですけど、やっぱね、あんだけ欲張ると入らない。というわけで、ちょっとコーデ少し減らしたりもしたんですけど、まあ、あんな感じでお洋服を選んで、ここにどうにかギュッと。詰め込みました。普通さ、子供3人連れてさ、母親がこんな服持ってかねえよって話だよね。バックマンがさ、バカなのって思うけど、私は楽しみたいです。そんな感じで、というわけで入りました。まあお洋服が入ってるのと、他に入れるものをちょっと紹介させてください。さっきね、子供のところで話し忘れちゃったんですけど、常備薬やっぱ持ってきます。3人分ある程度持っていきます。あとドバイあんま虫いなかった気がするんだけど、忘れちゃったから念のため虫除け使うんだけど、あとやっぱ日焼け止めですね。子供用の日焼け止めはアネッサ持ってきます。まあなんか子供用のスティックタイプ、これ持ち歩きができるので顔とかに刺さって塗ったりするスティックタイプの日焼け止め。今回やっぱ多分プールとかも行くと思うので、私は水着を4着持っていきます。まああと下着ですね。もうさ、もう最悪なので絶対この旅行で
生理が来るんですよ。だから生理グッズ、最近生理の生理事情かよ、生理の事情なんですけど、最近なんかカップ使うようになったんですけど、あれめちゃくちゃいい。カップと吸水ショーツのダブルコンボでマジで 100% 漏れなくなる。ちょっとダブル技を使っているので、カップと吸水ショーツ、ナプキンとかタンポンとか、まあとにかく、まああんま使わないんだけど、ナプキンとか一応ねとかをとにかくフルセットでここに詰めて持っていきます。あとは今回ラマダンに行くっていうことなので、ナリなんかは隠れて水分補給をすることが多くなるかなと思うので、吸いやすいストロータイプのマグっていうのをもう多分毎日使えるように 2,3 個持っていくかなと思って、これも一応紹介しておきます。あとはこちら洗面用具といいますか、うちあのね、マルフォイちゃんが髪の毛の色はカラフルがいいという趣味をお持ちなので、こういうカラーシャンプーっていうのがあります。これ持ってきます。デリケートゾーン専用のボディウォッシュなんですけど、これ子供にも使えるのでちょっと贅沢ですけど、私と子供用のボディウォッシュでこれを持っていきます。で、あとクイルのパドルブラシ、髪の毛ついてるから遠目で見て、これいい、こうやっていつもよくやってる。そう、またこれも純子シリーズなんだけど、なんか純子がさ、ビクレンちゃんとクレンジングバームっていうのをね、なんか開発したけど、これマジでいいの、これ本当にもうちゃんと使ってますよ。ほらこんなにもうなくなっちゃってるんだけど、結構しかもね、このスパチュラをここにつけないでここにペッてやっちゃう雑さが際立っていますけど、本当にこれやってからいつもとは違うパーンみたいな、分かりづらいなツヤが出るようになったので、これ本当に毎日使ってる。これを、これはもう本当に必需品。今回私の欲張りセットのせいでスキンケアを一式でかいボトル持っていくのちょっと厳しいな、少しでもちょっと場所の節約したいなってことなので、試供品祭りを持っていきます。いつまでも取っておいちゃうし、試供品とかっていつ使うのっていう感じになっているので、もう今回全部使い切る気で持っていきます。というわけで洗面グッズはこれっていう感じです。こんな感じで私のキャビバッグ今から詰めます。前にも紹介してるんですけど、コールマンのリュック、これ本当に概要欄に載せてある楽天ルームに載っているので、ぜひ旅行を好きの方にはおすすめしたい。とにかくポケットの数が結構あって、まあ、ここまず一番上にあるっていうのがすごくよくって、まあ、ここにすぐ取り出したりするリュックだったりとかを入れたりとかします。で、中はまだちょっと準備できてないんですけど、ここの中に入れるもの結構これ重いんだよ本当に。パソコンと、これも何度も紹介してるんですけど、ダイソンのコードレスのヘアアイロンなんですけど、これはこっちに入れちゃいけないんですよ。ここに入れないといけないので、これはここに入れて持っていきます。あとまあ撮影、まあ YouTube 撮ったりするので、で使うであろう機材、定番のエアポッツ、歯磨きセット、最近はもうこんな感じでジップロックに入れてます。これが一番コンパクト。矯正してる人たちにそう思いませんか皆さん。ちょっとした化粧直し道具のポーチ、あと子供たちのタブレットです。タブレットはいつもこの2つを持っていきます。こっちは Amazon Kids Fire だったかな、これと、あとはまあ定番 iPad です。やっとね、もうダウンロード終わったっぽい。めっちゃ時間かかる。Amazon プライムだとさ、全然ダウンロードできないんだけど、Netflix マジで最強なんですけど、前なんか Netflix で何ダウンロードしますかって言われたら、ちょっとざっと言いますと、スマーフ、ノンタン、ココメロ、ドラえもんの映画とか、おさゆのジョージ、シング、リトルエンジェル、ラーバ、ミニオンズっていう感じで今ダウンロード済んでますけど、まだ入りそうなのでダウンロードします。と、あとまあゲームですね。こっちにもゲームもうとにかく全部よくわかんないんだけど、とにかく入れてます。落書き系のゲームもここに全部入っています。これらを、まあ、私のバッグか、これもジェロジェットのキッズに入れて、機内とか道中で食べるお菓子たちっていう感じかな。じゃあちょっとやばい。何が入ってきてしまいます。おかえりー。何それ、あら、こんにちはって、だけ引き続き準備します。やべやべ、 iPad バレた、やべ、まだダメです。すいません、さっきね、成さん帰ってきたから一回ね、全部中止しました。この人がいるとなーもね、あ、ほらほらほら、そういうことです。はい、というわけでですね、パッキングの辺ですけども、ほんと現在シリアね、11時になりそうですけど、子供たちには映画を見せてあります。え、何？大変疲れておりますけども、パッキング結局終わったの現在11時半です。もうね、旅行の前は私の睡眠時間に子供たちを合わせた方がいいんです。私だけがしっかり寝れていなくて、子供たちががっつり寝ていますっていう状態だと、結局飛行機で寝るタイミングが子供たちとずれてしまうんですよ。だから子供たちが寝てる間に私も寝れるっていう
タイミングを合わせるために申し訳ないけど、ちょっと私のその準備が遅くなるのを付き合ってもらって、どうタイミングで寝て、どちらにしろそれでもやっぱ私の方が早く、断然早く来るので、その後飛行機で眠くなるタイミングっていうのを合わせたいなと思って、とりあえず起こしております。今回マジでこんにちはこんにちは、はい、サカボールで遊んでます。外用なんですけどね、ジェットケッツの中身さっと紹介できたらなと思います。リニューアルしたんです。こちら毎度おみじみジェットケッツ、これはですね、ちょっとダメだ、全然調べられてないよ、誰あるかわかんないけど、でも便利なので持ってきます。一緒に見てくれ、どういう気持ちでそれやってんのけど、とりあえずこうやってね返すと、こう足置き場にもなるし、うん、こうやって動かすことができるから、この上にて移動ができるって優れものの上に中にこんだけ入るっていうやつなんですけど、そうそうそう。でこちらは、マルフォイちゃんのジェットケースでございます。ちょっとどいていただけますかね、そこ。そう、マルフォイちゃんの旅行用のカメラと、こちら今ナリが遊んでるのはヘッドホンですね。ここに、まあ、塗り絵とかお絵かきグッズ、これはもうマルフォイとナリ2人が使えるんですと、ちょっと薄手の上着ですね、機内とかが寒かったような上着と、着替えがそれぞれマルフォイとナリ1セットと、基本的にここの中に入ってるものはマルフォイとナリのもの。前もねお話ししたと思うんですけど、 iPad って結局1つしかないわけじゃない、それをマルフォイとナリが2人で見たりするので、こういうねイヤホンを入れとくんですよ、有線のイヤホンで。ヘッドホンだとそのマルフォイしか結局使えないけど、見といちゃったね、これとかこういうイヤホンだったら1個ずつつけてこの共有できるということで、これを忘れると結構大変なことになるので持ってきます。まああとおむつとかお尻拭きとか、まあ当然じゃ当然のものが入っていて、ここにまたアシャナサ飲み物とかを入れる予定です。はい、何がリニューアルかっていうと、本当はジェットケッツって裏返し足置き場にするときに、この上に敷くすっごい薄手の布団みたいなやつがあるんですよ、それがセットになってて、で今回それを抜けました。もう入れたい荷物が他にいっぱいあるから、ぶっちゃけそれあんま使ってないし最近っていう感じで、これがマルフォイのジェットキッズです。でこちらがマーティクのジェットキッズでございます。どんどんどんマーティクのジェットキッズの中身、マーティクの旅行用カメラ、こちらがなんかニーニーのなんかわかんないバッグ、こちらがちょっとあの怠けないようにお勉強の問題集ですね、ピクミンの筆箱、こちらがスイッチですね、もう充電は 100% しています。とあとニーニーのお着替えワンセットと、まあ少々のお尻拭き、お尻拭きの使いかけっていうやつをここに入れています。自分でも何でもできるようにとか言いながら、ママは全部セットしてるんですね、結局ね、まあ、あとはいつもの通り明日の朝来て、みんなに黒い服を着けて出発進行です。というわけでドバイ行ってきます。皆さん明日から私やっと行ける、海外、年末の体力を打てなかったから、肝臓のね障害で、もうあれから私本当健康に有機を使うようになりました。今回も健康に気をつけて行ってまいります。それではおさえチューブ、本日もご覧いただき誠にありがとうございました。さあみんな寝て、明日はドバイじゃ、またドバイ編お送りします。それでは皆さんもお会いしましょう。せーのみんな行くよ、せーのバイバーイ。